はい、こんにちは。アストロカウンセラーのダーラです。今回は星座あるあるの乙女座のエネルギーを解説していきます。ここまでね、もしお羊から順番にご覧いただいているとしたら、だいぶ慣れてきたんじゃないでしょうか。ぜひ太陽星座が乙女座の方だけではなく、まあ、ご自身のチャートを出してみて、どの惑星がどの星座に入っているかということで、もし太陽、月、水星、金星、火星、アセンダントというポイントに乙女座のエネルギーを持っている方は、ぜひこの動画を最後までご覧ください。そしてちょっとでも、ああ、あるあると思ったら、いいねボタンを押してください。またはコメントお待ちしております。では、画面をちょっと切り替えて説明していきます。はい、まず乙女座というこのイラストがですね、なんか女の人がこう稲穂を持ってるっていう絵が多いんですね。なんか処女っていうのかな、なんか綺麗な女の人、純粋無垢な女の人が稲穂を持ってるっていう絵で示されることが多いんですけれども、まあ、それはなぜかというとですね、恒星で作られている乙女座というその形がですね、あのスピカというですね、秋に非常に綺麗にこう光るスピカっていう恒星が乙女座を構成している星の中にあってですね、でそのスピカが見えると、まあ、稲穂を刈り取る時期だという形で、まあ、秋に稲を刈り取るというかね、こう植物を収穫するという意味で、まあ、そういう描かれ方してるのかなっていうのと、あとですね、まあ、そういう女の人と稲穂ってこう全然違うものなんですけれども、まあ、2つのものを掛け合わせているという意味もあると思います。これはまたおいおいね、覚えていていただいたらいいんですけども、双子座と乙女座と魚座っていうのはどの星座もね、2つのものを掛け合わせてるんですね。要するに2つのものをこう統合していくような、うん、そういうエネルギーのある性質なんです。はい、で乙女座は女性星座、そして柔軟星座、柔軟星座っていうのはさっき言ったこう2つのものを掛け合わせる柔軟性を持ってますよということです。そしてあの地の星座ですね、主星は水星です。では私が思う乙女座の特徴を解説していきます。まずですね、非常に細かくて分析能力抜群ですね、乙女座さんは。乙女座のエネルギーはですね、何に対してその細かさが出るかっていうのは、実はチャートの中ではですね、水星の入ってるハウスの分野に関して細かくなるんじゃないかという読みですそれはもっともっと何万人っていうデータを取らないとそうは言い切れないと思うんですけども、まあ、私が見てる限りはそうじゃないかなと思っています。はい、とにかく乙女座っていうのは分析能力抜群です。そしてもう一つね、あの一般の人のおそらく10倍ぐらい気にするデリケートで傷つきやすい几帳面な性質です。一般人の10倍気にするって本当に10倍かどうかわからないんですが、それぐらい実はすごく神経が細やかで、こう人が気にしないようなところまでを全部分析するような特徴を持ってるということなんです。あのお羊とかでしたらね、何かこうですよって言われた時に、へえそうなんだってバーンってそのまま受け止めるとしたら、乙女のエネルギーっていうのはこうですよって言われた瞬間にタタ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 ッと10個ぐらいなんかこう分析して、そうかって理解するみたいな感じなので、10倍いろんなことに気づいちゃうみたいな感じでしょうかね。特によく言われてるのが、こう重箱の隅までちゃんとこう見れるような、あのそういうこう気質、細かい気質があるので、それは非常にいいエネルギーでもあるんですけど、その分普通の人が気にしないようなことまで気にしちゃって、デリケートで傷つきやすいっていうところが多いんですね。まあ、ただすごく几帳面で、あのしっかりしてる性質です。まあ、ただ心ない言葉には気をつけたいですね。乙女座の方っていうのは全然そういうつもりじゃなくても、さっき言った10倍ぐらい気にするわけですから、一応気をつけて言葉をかけないと誤解されるっていうこともありますね。まあそうじゃない人ももちろんいるんですけど、まあ、あのすごくデリケートで傷つきやすい人には気を使ってあげたいなっていうところです。そして乙女座のエネルギーっていうのは非常に礼儀正しいです。きっちりしてます。あの奉仕精神にあふれている、そのいわゆる人が気にしないところまで気にするっていうことは気づけるっていうことなので、あ、今この人これが必要かなみたいな感じでこうケアをしてあげれるっていうのでしょうか。すごく奉仕精神あふれてますし、要するにお礼は忘れない、その礼儀正しさっていうのもそうなんですけど、マナーとかそういうのもすごくきっちりされる方で、特に人に対してのマナーですね。気にしやすいデリケートっていうのは、こう批判されるんじゃないかっていう恐れが実は背後にあるんですね。ですから批判されないように、批判されないようにきちんとしなくっちゃっていう形で、非常に礼儀正しくて
失礼なことしちゃったみたいなことを気にしやすいってことです。ですから何かをしてもらったらちゃんとお礼をするとか、お礼の言葉を忘れないとか、そういう方が多いような気がします。乙女のエネルギー強い方はね。もう一つ、完璧主義で自己批判が強め。これもさっき言ったすごく気にする、1から10まで気づいちゃうってなると、できてないとこまで気がついちゃうわけですよね。まあいいじゃないかとはならない性質なんです、乙女座はね。でなので、そう、まあいいじゃないかってならないところを、こうできないところを埋めていきたいってなるので、すごく自己批判が強くなりやすいんですね。でそれが、じゃあやっと10できたね、よかったねっていうよりも、いつまでもそのなんかできてないところを探して、私ダメだわって思いやすいので、まあ物事って何でもそうですけど、完璧はないですよね。その中で、あ、そういう性質があるんだっていうふうに思っていただけたらなと思います。そして乙女座の、考え行動パターンはっていうと、まあ、さっきも言ったみたいに、すごく気にしやすい、批判を恐れる思考です。ですから別に何気なく喋ったことでもすごく気にしてたりとかね、結構しますから、必ずフォローをするようにします。そして、ミスのないようにきっちり確認するような思考です。お仕事ではすごくいいですよねで、自分はこんなにきっちりとやっているのに、相手の人はなんでこんなにいい加減なんだと思うと、ちょっとイライラしやすいですかね。そして何事も分析、データ化が得意です。まあ後で出てくるで、例えば魚座とか感覚的なエネルギーの性質は、とにかく文章とか分析とかではなくて、なんとなくそう感じるっていう、なんとなくそう思うみたいな、映像とかで取り入れてそう感じるっていうところなんですけど、乙女座っていうのはあくまでも分析的にデータ化してきっちりと把握するっていう形なので、何かを理解する時もですね、そういう、例えば文章でちゃんと読んで、ちゃんとそれが検証されててとか、なんかそういうので理解する感じですかね。ですから勉強するのもですね、すごくしっかりと勉強される方が多いです。先生術を勉強するって言って、乙女座のエネルギーの強い方っていうのは、私なんか本当適当にって言ったら、なんか語弊がありますが、最初は適当に勉強していたです。とりあえずこうふんふんみたいな感じで。でも乙女座のエネルギーの強い方っていうのは、きっちりとやって、やってもやっても、ああまだ分かってない、もう一回やろうって、きっちりきっちりやって。でも物事って必ず矛盾があるので、先生術の中にでもですね、で一回その矛盾に当たっちゃうと、あれどうしてだろうって言って、また戻ってきっちりやろうとするというね、ものすごく頼りになる、その分析とかデータ化するっていうのが頼りになるんですけど、ちょっとご自身がしんどくなりやすいので注意ですね。でただですね、そういう方に聞くと、やっぱりね、自分なりにそのデータ化するとかね、なんかまとめることで自分が安心するらしいですね。考え方的に、なんとなく漠然と言われてて、え、それはこっちとも取れるな、いやこっちとも取れるなっていうよりも、きっちりデータ化して言われる方が理解しやすいっていうか、安心するって言いますね。ですから、ノートパッドとか最近だったらものすごい優秀なアプリがいっぱいあるので、そういうのを結構使いこなせるんじゃないでしょうか。まあとはいえ、乙女座のエネルギーを持っている方でもね、いやもうパソコン苦手です、もうアプリ全然わかりませんっていう方もちろんいらっしゃいますよ。ただ統計的に言うと、乙女座のこの分析的な考え方っていうのは非常に頭がいいんですよね。さっき言ったバババババと考えちゃうっていうのは、考えられる思考を持ってるってことですから、でそれを使ってなんかそういう、こう機械とか最近のアプリとか、そういうのを、使いこなすとすごく活用できるような性質ですね。そして非常に現実的な考え方ができるしさのエネルギーです。でこれはですね、実は挑戦が怖いとか苦手っていう意味もあると思うんですね。さっきみたいにバババババっていろんなことを考えちゃうということは、もしこれがうまくいかなかったらどうなるんだろうとか、なんかもしこうだったらどうなんだろうみたいなことを考えて、リスクを減らそうという思考になりやすいんですね。まあ、例えばお羊とかだったら、まあ、リスクあったってやっとけみたいな感じでバーって行くとか、例えば双子座だったら、まあ、問題が起こった時に解消しようみたいな感じで、臨機応変に対応しようみたいな感じにできるパターンもあるんですけども、乙女のエネルギーっていうのは本当にこうきっちりとしているので、最初からちゃんとこうしてああしてこうしてっていうことを理解して安心するっていうエネルギーなので、非常に現実的です。
まあ、私もあの子供いますけど、子供が小学生の時に学童保育に入ると言った時に、すごく子供の数が多くて、ちょっとこう満杯すぎて学童に入れないっていうことがあったりしたんですよね。でその時になんか、へえ入れないんだみたいな感じで私は考えていたりしたんですけど、もうね、見るからにいかにも乙女座さんみたいなのママさんがいて、すっごいいい人だったんですよ。その方が入れないってなった瞬間にですね、ババ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 と調べ始めて、学校の授業で何時間目以降はこのクラスは使ってないとかですね、そういうのを調べ出して、このクラスをこうやって活用したら学童保育ができるじゃないかとか、なんかもうすごいっていう感じでしたねそういうふうに問題を解決するために、こう知能を生かすっていうんですか、そういうのもすごくできる、収集で現実的な思考の持ち主ということなんです。まあ、もうちょっとね、過去のデータにないものはちょっと恐怖に感じるかもしれませんね。あくまでも過去のデータをもとにリスクを考えたりとか、こうしたらいいっていうのを考えるので、まあ少しそういう傾向があるかなぐらいです。そしてですね、それだけ頭が良くて分析できて、どうしたらいいのかっていうことを考えつけるような頭があるとですね、実はですね、もう考えすぎて偏頭痛になりやすい傾向があるんです。いかがですか、乙女座の、まあ、特に水星が乙女座のエネルギーの方で、実は水星と太陽っていうのは28度以上離れてないので、必ず太陽が乙女座であったら、水星は乙女座か、もしくはその隣の獅子座か、もしくはその次の天秤座かみたいな感じなんですけど、もし太陽も水星も乙女座だったら、やっぱりそれだけすごい知能も回ってるし、社会的にもその分析的なエネルギーで活動していけるわけですから、それだけ普通の人より頭回ってますよね。そうするとなんかやっぱ頭痛持ちの方が多いなっていう印象です。それはやはりあらゆる情報を得ようとして、そして分析して何が一番いいかを考えるという思考なので、まあキリがないですよね、あらゆる情報を得ようとするとね。なので少しね、リラックスしてほしいなと思います。そしてその次なんですが、やはりね、ちょっと頑張りすぎて精神や神経のバランスを崩しやすいっていうのがあるんです。まあまあね、普通で考えてもそれ人の10倍ぐらいバーッと考えちゃうっていうことは、人の10倍ぐらい使ってるってことですから、でまたちゃんとやらなく気が済まないっていうその性質があるんですね、乙女のエネルギーってね。なので本当はもう休みたいとか、もう無理って言っても、いやここまではやってしまわないとって言って、結局無意識にこう無理をしすぎて自分のキャッパを超えてしまう、まあそういうことが起こりやすいんですね。なのでまあ本当息抜きしてねって言いたいんですけど、そう言っても本人は気になってやってしまうっていうことだと思うんですね。で実はその双子座のエネルギーの時も若干そういう傾向があるって言ったんですけども、双子座と乙女座は主星が同じ水星なんですよね。で水星は読んだり書いたり話をしたりビジネス頭を使ったりっていうことなので、そこがやっぱりすごく回って、現代社会ではもう活躍の場もいっぱいあっていいんですけども、やはりどこかで考えない時間っていうのを作ったりしてバランスを取らないと、やはり鬱になってしまいやすいっていうんでしょうか。乙女の人がみんなってわけじゃないですよ。だけど十二星座を比べた時に乙女座の方っていうのが一番実は鬱の傾向が強いんですね。無意識に頑張りすぎてるっていうところなんです。例えばですけど PTSD みたいな、そういうトラウマ的なね症状っていうのは、例えば魚座さんとか、なんかこう繊細なエネルギーでガーンみたいなのもあったりするんですが、やっぱり乙女座のエネルギーの方っていうのも非常に繊細なので、まあ、繊細さの種類が違うんですよね。そこはちょっと無理しすぎないでほしいなと思います。あんまりね、そういうこう自分の弱さとか、そういうのってあんまり一般的には言わないじゃないですか。だけどやっぱり鑑定とかに来てくださる方のお話を聞いてると、もう本当にね、優秀な方ほど何かを抱えてるって感じでしょうか。実はちょっともう体の調子が悪いんだとか、でもそれはもうほぼほぼ仕事のせいなんですけど、まあ、それでもやっぱり忙しいしやらなきゃいけないしっていう、薬を飲みながらやってるとかですね。頑張ってる人はすごいなって思います。で私も頑張ってる方だと思うので私もちょっと気をつけないといけないんです。乙女座のエネルギー持ってますからね。はい、わかります。自分であやばいなと思う時ありますから。
そしてもう一つ考え方行動パターンとして、空気を読みすぎたり周りの期待に応えようとして疲れる、これですね。さっき言った今ここで休むって言えないとかですね、みんなが頑張ってこんなに忙しい時にやめたいって言えないとかですね、そういうのは乙女座のやっぱ気を使う、下の前の人に気を使う、空気を読むっていうあのところから来やすいですね。まあ、あの空気を読みすぎたりね、周りの期待に応えようとして疲れる反面、逆にそれだけ無理して頑張ってるっていうことに対してやっぱ評価してもらえないと悲しくなるんですね。あのこんなに頑張ってるのにみたいな。でそれが例えばもし会社とかであれば、こんなに頑張ってるのにそれを分かってくれないってなったら、もうこんな会社は嫌だって思ったりとかありますし、例えばこれがパートナーに対してとかでも あってもね、あの例えば、まあ、奥さんが乙女座のエネルギーが強くて、旦那さんに一生懸命こんなにやってるのにそれ全然分かってくれないってなると、もうこんな結婚やめだみたいな感じで言いたくなるというか、それはですね、なんていうかな、もうこれ以上頑張っちゃうと自分が壊れちゃうみたいなね、そういう感じになってしまうんだと思うんです。まあそういう傾向があるということなので、それってね、実は周りの人は気づかなかったりするんですよね。乙女座さんがどれだけ頑張ってるかっていうのを他の人は気づきにくいんですよ。なのでそれはできるだけ分かってもらえるように伝えるとか、こんだけやりましたよっていうことは言えるなら言った方がいいような気はしますね。そう言われて、あ、そうだったのって、ごめんねって、やっとそこで言ってもらえるかもしれないので、乙女座さん自身が空気が読める、相手が何を必要かが分かる、細かいことに気がつけるっていうエネルギーだから、そう気がつけない人もいるっていうことで、あえて言う方がイライラは少なくなるかもしれません。そしてですね、まあ、考え方行動パターンとして、相手に迷惑をかけてないかどうかで判断する、まあ、例えば、まあ、何かのね、なんか会合に出ますとか何かのイベントに出ますって言った時に、あ、このイベントに出てもあの人に迷惑かからないかなとか、いや逆になんか今これ仕事忙しい時に抜けても大丈夫かなみたいに、なんか自分がどうしたいかっていう、その自分の感情というよりはこう周りとの調和として大丈夫かなっていう、周りになんて思われるかなって、こう批判を恐れる、あのミスのないように、批判されないようにっていうことで判断しやすい思考ということです。これあくまでも乙女座の傾向ですよ。乙女座の皆さんが絶対そうだって言ってるわけじゃないんですが、あ、そうかな、そういうとこあるかなと思ったら、それなりに対策って打てますもんね。ではその次、向いてるお仕事。ね、乙女座さんはね、頭がいいので向いてる仕事いっぱいある気がしますけど、まずは、収入の安定してる仕事です。やはりそれだけ有能な頭を使えるということは、それなりの収入をいただかないと、まあ、もしくは入ったり出たりとかっていうよりは、安定してこれだけいただけますっていうことの方がいいんですね。これは地の星座のエネルギー、例えばお牛とか乙女とか山羊座の方が共通して言えることですね、はい、そして、金融関係、これも OK です。なぜならばお金に強い、例えばさっき言った地の星座、基本地の星座の人はみんなお金には強いんですけども、特に乙女座の方っていうのは細かいところまできっちりと、だから例えばお金とかでもですね、もう私とかだったら、あ、いいよいいよみたいな、その1円単位で割らなくてもいいよみたいな、今度出してくれたらいいから今回持っとくわみたいなのが普通にあるんですが、やっぱり乙女座のきっちりしているエネルギーの方っていうのは、ちゃんとね、きっちり分けましょうとか、ちゃんといただいたものを返しますみたいな、そう非常にしっかりしているので、そういうところが信用としてお金を扱う仕事はすごくできるということなんです。お金を扱う仕事って銀行とかって思っちゃうかもしれないけど、あのファイナンシャルプランナーだとか、もっとこう税金を扱うものだったりとか、そういう頭脳労働ですよね。特別な知識がないとできないようなこと、まあ、例えば、まあ、もちろん銀行員の方もそうですし、会計士とか税理士とか薬剤師とかお医者さんとか、もう細かいことを理解してやってあげるっていうことです。もちろん一般人はできます。なんかもうもちろんって感じがする。っていうのは、まあそういうと、いや私事務できません、パソコン全然触れないんですという方もいらっしゃると思うんですけど、それはね、技術的なことだけで、学べば全然できるんですよ。ただ考え方としては、きっちりやりますっていう考え方ということです。
例えばお医者さんとかっていうのは難しいですよね。勉強一生懸命しないとなれないですし、ただその頭がいいからなるっていうだけじゃなくて、そこにやはり誰かの役に立ちたいとか困ってる人を助けたいっていう、こう奉仕の気持ちっていうのがあると思うんですね。ない人もいるかもしれないけど、それはやっぱり乙女座の特徴なんです。奉仕の気持ちっていうのは。ですから奉仕の気持ちもあり、頭脳も使って特別な知識を持ってできる仕事は結構向いてます。そしてあとはですね、制服を着るような、また漢字が間違ってました。制服を着るような会社のルールにのっとって行動できる内容のお仕事っていうのもこなせます。もちろん例えば会計士とか税理士さんとかなんて独立するのも全然ありなんですよ。まあ、ただそれは今は乙女座のエネルギーに向いてる仕事ということなので、いわゆるですね、きっちりとした、例えば乙女座の基本的な位置っていうのはロックハウスなんですけども、ロックハウスっていうのはこう従業員とか雇用される側とか軍隊みたいな、そういうところなので、そういうふうにきっちりとしたルールにのっとってちゃんときっちりやりますよっていうお仕事は向いてるってことです。すごく分かりやすいんじゃないかなと思うんですけどね。そういうきっちりとした仕事を無理ですっていう方と、例えば毎朝通勤電車に乗って出勤とか無理無理っていう方と、それできちんと毎日のね、ルーティンをちゃんとやることで生活整う、全然 OK ですみたいな、逆にそうフレキシブルの方がなんかリズムがつかなくて嫌ですっていう方もいらっしゃると思うんですけど、乙女座のエネルギーっていうのはどちらかというときっちりとしたルーティンで動く、そういう仕事が向いてるということです。またはですね、衛生に関する仕事。これもいいです。衛生に関する仕事っていっぱいありますけど、例えば保健師さんとか、もちろん看護師さんとかもそうですし、あと奉仕ですね、介護とか、看護とか、まあそういうのもいいんです。まあそれだけじゃないですよ。もっともっと仕事っていっぱいありますからね。さっき言ったみたいに特別な技術を持って、知識を持って奉仕の気持ちでやるような、またはお金とか細かいことを向いてるのは全部いいです。そしてまたね、健康に関したこと、癒し、食生活に関したことを仕事にされる方も多いです。健康意識が高いんですね、乙女座さんってね。乙女座さんってねって言っちゃうとまた語弊がありますが、食に関したことにこだわる方も結構多いんじゃないかなと思ってて、例えばマクロビだったり、例えばなんとか療法とかっていうのにこだわったりとか、まあ、栄養士さんとかっていうのもそうですし、別に食べ物だけじゃなくてもね、体をきちんと整えるっていうところにすごく専門的にされてる方も、そういうのも実は向いてます。乙女座さん向いてる仕事いっぱいあるんですけれども、手先の器用を生かすような仕事も向いてます。細かいことが得意なので、緻密なものを作るお仕事とか、まあ、例えば洋裁とか設計士とかもすごく細かいですよね。そういうのは全部向いてるってことです。編み物とかそういうのも、まあ、それはほら芸術的な感性で編み物を作るという方と、もう細かいことをこうやっていくのが得意という方と、どういう部分でそれを使ってやってるかはそれぞれなんですが、乙女というエネルギーは非常に細かくて、手先も器用で、奉仕精神もあるようなお仕事に向いているということです。どうですか？現代社会ではもう引っ張りだこじゃないですか。では、その次。好きな人ができたとき、乙女座のエネルギーを持っている方が好きな人ができたときにどうなるかというとですね、実はね、好きな人ができたら嬉しいっていうよりも、相手をすごく高く見積もっちゃうっていうか、相手と自分を比べて落ち込みやすいんですよね。まあ、それは、まあ、完璧主義っていうんですか、こう自分のこう至らないところに目が行きやすいので、ああ、なんか素敵と思うけど、いや、あの人に本当の私を知られたら嫌われるわ、みたいな、そういうふうにもなりやすいということです。まあ、それはいわゆるですね、相手を美化しすぎたり、自分を卑下しやすい傾向にあるので注意ってことなんですね。まあ、これは主に私、金星が乙女座のエネルギーで言ってますから、本当はね、恋愛運っていうのはもっといろんな見方があるんですよ。ただ、金星、乙女座のエネルギーとして言うならばっていうところなので、はい、それでいくと、相手をすごく美化するか、自分を卑下するか、もしくは、自分をすごいと見て、相手を下に見るか。そういう傾向があるかと思いますね。で、食べ方など生活スタイルを気にする。乙女座さんって綺麗好きっていう印象なんですよね。ですから食べ方も綺麗じゃないと嫌だとか、自分もちゃんとしとかないと嫌だっていう、さっき言った礼儀正しいっていうのもあったと思うんですけど、人に迷惑をかけないようにしようとするので、相手の食べ方を気にするとかですね。同時にやっぱり自分に厳しくなってる人が多いような気がしますね。で、実は、そういうね、こう気にしやすいとか、こう、
自分はちゃんとしなくちゃって思ってる中で、この人にだけは自分のこういうできてないところを見せれたとか、全然気にしなくてもいいとか、ちゃんとしなくてもいいっていうところで結婚に至るっていうケースも実はすごく多いんですよね。まあ好きな人ができたり恋愛するってなると、どうしてもよく見せたいっていう信念がどうしても働きますけど、そのままの自分を出せる人がやっぱり乙女座さんはいいような気がします。そしてもう一つ傾向としてですけども、相手のことが好きなのに相手の嫌なとこばっかり目がつくという傾向があるんじゃないでしょうか。これもまあ 99% の、ね、幸せよりも 1% の不満が引っかかるっていう傾向ありますよね。それが乙女座のエネルギーの方は強いということです。そして相手の出方を待つ。どうでしょうね、乙女座のエネルギーでもものすごい計画的に緻密に、ああやってこうしてこうしてあしてあして近づいていって、それからこうしてみたいな考える人もいるかもしれないですが、基本はやっぱり相手がどう出てくるかとかどうするかによってっていうことじゃないでしょうかね。頭がいいので、その無駄な行動をしないっていうんでしょうかね。だって元々のこう批判されたくないし完璧主義なのに、絶対無理なところにはいかないじゃないですか、自分からは。なので相手が、あ、いけるかなと思ったら、こううまいことをもっともっとこう好きになってもらえるような行動をなんか差し入れしたりとかですねこうマッサージしてあげたりとかですね、いろいろこう奉仕してあげて相手から寄ってきてくれるようにするのが得意じゃないかなと思います。すいません、これは私の偏見かもしれませんはい。デートでは本当に美味しいお店か、小綺麗な場所か、落ち着けるところへ行くのがおすすめです。ごちゃごちゃうるさいのは苦手なんじゃないでしょうか。獅子座のエネルギーでしたら、みんなでわーっと楽しもうみたいなイベントとかっていう、なんかわーって盛り上がる感じが楽しくていいんですけども、乙女座さんっていうのはやっぱりパーッと弾けるっていう感じではないんですよね。ゆっくりとちゃんと向き合って話ができるとか、相手の考えを理解できるとか、まあもちろんそれはたまにははしゃぐこともあるでしょうけども、そういうごちゃごちゃっとしてるところよりは小綺麗で清潔感のある整った場所の方が好きっていう方が多いような気がしますね。そしてね、一番の特徴なんですが、乙女座のエネルギーで恋愛ってなると実はですね、なかなか好きな人ができにくいっていうのがあるんです。ちょっと専門的になっちゃうんですけど、惑星の品位というものがありまして、惑星が一番、その惑星が出やすい星座っていうのがあるんですが、恋愛ってなると金星なんですね。でも金星を生き生きと楽しめるっていう星座もあるんですが、乙女座さんっていうのはどうしても分析的だったりするので、この感性とか感情で流されるっていうことがあんまりないんですね。まあその下にも書いてますけども、やっぱ本能よりも理性が勝ちそうなんですよ。まあ、実際ありましたけど、とある有能な乙女座さんの男性、既婚者です。でもむちゃむちゃ有能だし、仕事もできて優しくて、会社の中では人気だったらしいんですね。で、それに対して、すごいこう憧れる女の人がいて、一生懸命その人をアプローチしていたんですよ。もう本当さも、どうぞ私を、持ってってくださいぐらいのなんかすごいアプローチなのに、その乙女座の男性は一切手を出さない。すごいと思いましたね一切手を出さない。なんか例えば2人でご飯食べたら周りに誤解を受けそうだからとか、なんかそんな感じでこうやっぱり本能より理性なんだなって思いましたね。もちろん結婚されてるっていうのもあるし、会社の立場っていうのもねあって、そういうのがやっぱ働くってことですね。あとですね、そう、ちょっと戻りますが、そのさっき言ったなかなか好きな人ができないっていうことのにね、その愛情って感性なんですけど、理性って感性じゃないじゃないですか、思考じゃないですか。だからどうしても思考の方に行きやすいっていうことで、愛情だけにどっぷりハマれないんですね。なので、理由はないけど、とにかく好きなんだとかっていうよりは、やっぱり好きな理由が必要なんですよ。例えばあの人はあの時こうしてくれたとか、私にこんなプレゼントをくれたとかもそうだし、こうだからこの人は大丈夫なんだみたいな、そういう思考で安心したいっていうのもあるので、感情だけでですね、突っ走るっていうことがなかなかできないんですね。できないんですねって言い切ったらダメなんですけど、できない人が多いんじゃないでしょうか。そういう人こそ恋愛ドラマとかを見てですね、練習してみるのもいいかなと思います。
なぜならば、若い方とかで、お客さんとかでもそうなんですけど、こう勝手にいい人さえ出てくれば、私は恋に落ちるんだって思ってるケース多いかなと思うんですけどもね。いやいやいや、やっぱりね、これはこう愛する能力っていうんですか、それもあるなって私思うんですね。まあ、それはですね、私の好きな書物の愛するということはという、もう、世界中で大ベストセラーになってる本があるんですけど、まあ、その本を読んでいただくといいかと思うんですね。勝手に恋に落ちるものではないと。人は訓練して愛せるようになっていくものだ、みたいなことを書いてある本だったんですけどね。だから、乙女座さんのエネルギーが強い方が、何もせずに感情に溺れて、恋愛ドラマのような、もう心奪われるような恋をするかというと、なかなか難しい。なので、まあ恋愛ドラマとかを見て、若干ちょっとホルモン出して、感覚をこうリハビリさせといて、無理やりでも心理学的にはまれるような状況に持っていくとかですね。そうしないとなかなかこういけないって感じでしょうかね。まあさっきも言った本能よりも理性が勝ちと、そして乱れることを自分に許可できない。このグッダグダの自分を出せないっていう方多くないですか？乙女座さんどうでしょうか？まあ、また話が長くなって申し訳ないんですが、例えば恋愛とかしてても、乙女座さんの場合は、もう別れるっていう別れ話をされるっていう時にですよ、おそらくものすごく綺麗にしていって、もう最高の自分で綺麗にしていって、乱れずに、綺麗に別れるみたいにしそうなイメージなんですよね。とある映画でですね、太陽と月に背いて、っていうゲイの映画だったと思うんですけど、レオナルド・デカプリオという若い、才能ある若い、綺麗な男性と、ちょっとハゲてる、まあ、ダサいおじさんとの恋って設定なんですけど、何の話やねんって感じですけど、まあ、そのと、そこでですよ、別れ話になるわけですよね、二人が付き合ってたのに。その時に、俺を捨てないでくれみたいな感じで泣いてすがるっていうシーンがあってですね、すごいなーってそれを見て思ったんですよ。で、なんだろうな、似た者同士が付き合ってるとかじゃなくて、こう、あからさまに違う二人だけど、もうそんなの関係なく、こう、好きだから、みたいな、もう、理性じゃなく、好きだから、なんか俺を捨てないでくれ、みたいな、泣いてすがるなんてなかなかできないですよね。でも、乙女座さんのエネルギーを持つというのは、なおそれができにくいってことなんです。まあ、そういうふうにする自分に慣れてないってことですね。だから、まあ恋愛でこういうふうに乱れることを自分に許可できないっていうのは、感情の乱れもそうなんですけど、まあ例えば性的な乱れとかも、もう性にどっぷりハマって、本当に、なんでしょう、動物化するみたいな、そうはなりにくいんじゃないかと思うんですよ。なんかどうしても、なんかちゃんとシャワー浴びてからじゃないととかですね。なんかそういう、ところに気が行きそうな感じがします。まあ、これあくまでも、乙女座のエネルギーを理解していただくために話してますからね。ですね、乙女座のエネルギーで喧嘩をすると、とにかく理論攻め、もしくは正論で攻める。頭いいですからね。正論で攻められると本当に太刀打ちできないんじゃないかなと思います。嫌になったらとことん嫌。もう生理的に無理みたいになりやすいんですね。いわゆる思考がね、細かいことを気にして、もう頭がいっぱいってなったら、その人のちょっと嫌なとこが見えると、あのとこも嫌だわ、こんなとこも嫌だわ、もう全部嫌だわっていうふうになりやすいんですね。なので、途中で、本当そこをやめてほしいんですっていうことを、まあ、言えたらいいけど、ちょっと言いにくいかな。なんかそこまでこう怒りがたまるまでにガス抜きできたらいいなっていうところです。そしてですね、喧嘩したとき、乙女座のエネルギーっていうのは、頭の中で相手への批判が止まらないんですよね。さっき言った思考のところでもお話ししましたが、とにかく頭がいいので、常に頭が回ってる感じ、常に何かを感じてる、考えてしまう思考なので、怒ってるときとか不満があるときっていうのも、頭の中でずっと相手に対する不満を言ってることが多いんじゃないかと思うんです。それすごく苦しいですからね。なんとかして、やっぱり解決方法としてね、思考を止める方法を自分で見つけてみてほしいんですよね。例えば体を動かすとか、まあ要するに、
体をくたくたに動かしても考えられないっていうほど体を動かすっていうのも手ですし、またはもう別のことに没頭する。もう考える隙間を与えないほど別のことを考えるっていうことです。私自身はですね、考えたくない時によく映画を見ます。映画を見てる時っていうのは映画の中に入って自分の思考って止まりますよね。まあそういうのもありかなと思います。そしてお金に対して乙女座のエネルギーとしては、まあお金に対するこだわりは強い方だと思いますね。さっきも言ってみたように、すごく金銭に対しての管理をきっちりできる細かいことが得意な性質ですから、特にお金に対しては、例えば自分が得ている収入のこれだけは使えるお金、これだけは使わないお金、これは将来のお金みたいに、きっちりと分類分けして貯めれそうなイメージですね。で、細かいところは非常に節約できます。まあ、YouTube でもね、こう節約の動画とかあって見てるとすごいなと思うんですが、そういう方っていうのはやっぱね、節約が趣味ですよね。どれだけお金をかけずにできたかっていうところが楽しいわけですよね。だからこう創意工夫してできるわけですよね。まあ、そういうのがね、結構エコで、乙女座さんは得意だと思います、エコはね。ですから、結果的にもう堅実にお金を貯められる。で、よくある行動パターンとしてですが、やっぱり潔癖になりやすいっていうのがあります。まあ、自分だけのこだわりが強いっていうことですね。それがさっき言った考え方のところとか、まあ、最初のね、特徴のところで、何にこだわるかっていう、そのこだわりなんですけど、例えば、綺麗好きの方が多いんですよね。綺麗好きとか潔癖ですって自覚してる乙女座のエネルギーを持ってる人多いんですけど、何に対しての潔癖なのか、何に対してのこだわりかっていうのが本当人それぞれ違ってて、まあそれが彗星が入ってるハウスのことじゃないかなと私は思うんですが、例えば人に対しての言葉遣いだけは絶対に崩さないっていう人もいれば、いやいやいや、自分の衣服ですね、そういうのにものすごいこだわる人もいれば、全然こう整理整頓の片付けにこだわるっていう人もいれば、いや、もう全然片付けはぐちゃぐちゃなんだけど、床だけ綺麗じゃないと嫌なのとか、ベッドは絶対にお風呂に入ってからじゃないと入りたくないとかですね。何かにつけのこだわりが、まあ結果的には潔癖というエネルギーになりやすい。まあそれが、潔癖が健康食とか健康にこだわるっていうふうに出る方もいらっしゃいますよね。まあそれはいいことだと思いますけど。まあ、それがオーガニック好きとか、まあ、栄養を考えた食事、まあ、それが当たり前っていう感じですかね。それがね、そんな感じで、まあ、サプリも大好きな方が多いんじゃないでしょうか。そしてよくある行動パターンとして、自己犠牲が出やすいので注意です。まあ、それは考え方、仕事のところでも言ったんですが、それはしっかりやりたいっていう表れなんですよね。はい、そして整理整頓大好き、片付けして落ち着く。まあ、そういう時もあるかな、たまには、私も。あまりにも汚すぎて嫌だって思った時に、ぐわーっと片付けて、ああ、気持ちいいって思う時もあるし、まあでも乙女座のエネルギーっていうもの自体が、やっぱりきちんとしてるのが大好きですから、それが日常生活の収納とか、片付けとか、そういうふうに出る人もいるということです。そして最後、アクションプラン。これはぜひ乙女座のエネルギーを持っている方にしていただきたいんですが、もう自分で自分を褒めまくってください。どっちかというと自分で自分を責めてる人の方が多いので、もうその100倍褒めてっていう感じがします。そして思考を止める術を身につける。これもそうですね。どうしても頑張って頭を働かせすぎる傾向にあるので、まあ私だったらさっき言った映画を見るとかもそうだし、もしくはちょっと体力のある方でしたらね、山登りをするとか、そういう自然の中に身を置くとか、体を使って思考を止めるとか、こう脳にダイレクトに直結する香りですよね。アロマとかでちょっと脳をリラックスさせるとか、まあそういうふうにして何かしら自分の脳を休める、そして自分を褒めるっていうことをしていくといいかなと思いました。もう本当にこう乙女座さん有能な方が多いので、その分どっかで抜いてほしいなって思います。はい、ということで長くなりましたが、乙女座のエネルギーちょっと理解できましたでしょうか。はい、ちょっと分かったよという方はいいねボタンをお願いします。ありがとうございました。